2回裏ごしするとソースが滑らかになると。ソース？今かき混ぜてるのはソースじゃなくて生クリームではないのですか？いい匂い。アプリコットソースだね。おいしそう。さあ、Say cheese。 みんな何やってんの？早くケーキ運んでよ。はいはい。遅いな。タルトの命は水分か。なるほど。お待たせしました。ミニモニカフェ特製ケーキです。おいしい。こんなおいしいケーキ生まれて初めて。さっきのケーキってどうやって作るんですかね？小麦粉と卵と牛乳と、そうじゃなくて、なんか秘訣とかってないんですかね？秘訣？なんだっけ？なんだっけ？バイトとかって募集してないんですか？あ、うちの店長怖いよ。何気にね。主人公だよ。あぶねあぶね。おかしいな。どうしたんですか？冷蔵庫の中身がまた減ってるんだよね。またですか？あんたたちじゃないの？やだな、矢口さん。そんなことするわけないじゃありませんか。本当に？本当ですって。やっぱり泥棒？ならば仕方がない。実はこんなこともあろうかと。インフラレッドセキュリティシステム。インドカレーキュウリクリーム？ Yes。 これさえあればどんな泥棒もキープアウト。
キュリティシステムが作動します。ところでこんなのどこで手に入れたの？通販です。えっ、ここでいいです。招待状ちゃんと配ったし大丈夫。もう2年か、早いよね。なんのなんの、ミニモニカフェはまだまだこれから。うん、5年10年100年だよね。はあ、100年か。さあショーケースに運ぶよ。うん、うん、閉めといてよ。せっかくのお城が溶けちゃうでしょ。はい、イトシームです。明日が待ち遠しいね。そうだね。あ、ミカちゃん。あいつら喜ぶぞ。全部食えなくしちゃうっていうのもな。一個ぐらい食っちまおうぜ。
そうだね、一個くらいね。よし、いただき。ケーキは？おいしかった。食べちゃったの？いちご、すっごくおいしかった。おいしかったの？うん。そんなに？こんなにおいしいの初めて。うん、許せん。誰か来た。隠れろ。それにしてもミカちゃんすごいよね。センサーつけちゃうんだもんね。うん、危うく引っかかるとこだったよ。ほんとほんと。さあ、アイボン、ひとまず引き上げますか。こらすどころ、よいしょっと。お菓子大好き二人組、ヘイアイスメイ、クッキーもめ、二人で食べると最高な、おアイスめ、クッキーもめ、二人で食べると最高だ。あ、なんじゃこりゃ。どうしよう、立派な花だ。どうしよう。虫じゃないよ。うん、ウィース。わあ。あなたたち何者？ツーン。どこから来たの？ツーン。冷蔵庫嵐。あんたたちね。それは違う。じゃあここで何してたわけ？魔法をかけてた。あ、バカ言うじゃん。魔法？うん、ケーキね。石にしちゃったよ。石に？いいです。硬いです。どうしてそんなことしたのよ。命令なの。命令？女王様の命令。ケーキ嫌いなの、女王様。嫌いって？美味しいケーキはじゃ、カレーライス最高。なんかよくわかんないけど、そうなの？そうだよ。この魔法は女王様じゃないと解けないもんね。それは大変。明日大事なパーティーがあるのよ。知らないよ、知らないよ。あっかんべー。その女王とやらのところに案内してもらいましょうか。
ね。44で数合ってるはずなんだけど。番号1、2、3、4、5。あんた誰？高橋です。私も連れてってください。私もって、いいんじゃないですか。人数多い方が楽しそうだし。楽しいって、あんたたち何しに行くか分かってんの？信じてるからね。その名前が書いてあるチョコレート。そんなことは分かってる、ってどうして下まで降りちゃうのよ。せっかくなんだから正門から堂々と入場がいいじゃないですか。ねえ、そうそう、さっさっさ、こちらです。すごいよ、いらっしゃい。行くわよ。静かにね。なんでここは。何ここ、誰もいないみたいって。落ちちゃった。落ちちゃったね。ちょっとかわいそうかな。かわいそう、かわいそう。おいしょ。こいつらか。何しに来た？魔法を解いてもらいに来たのよ。魔法？ケーキにかけた魔法です。解いてもらわないと困るんです。ケーキ？お前たちがこのケーキを作ったのか？いや、それよりもこの体を元に戻してよ。力を得、ぶち込んでおけ。ケーキが石にされてる。ひどい。なんで女王はこんなことするの？だから嫌いなんだろ、ケーキがさ。なんで嫌いなのよ。知らねえよ。だってハッピーになるじゃない、ケーキ食べると。そうですよ、ミカちゃんのケーキ食べたら矢口さんに怒られた後でもとっても幸せな気持ちになります。みんなに喜んでもらいたくて美味しいケーキ作ってたのに。ミカちゃん、ミカちゃんのケーキ石にするなんて許せない。そうだよ。美味しいもの食べると自分が変わっちゃうのが嫌なんだって。変わるって？あれはある夏の日の夕暮れのことでした。マイマイが女王様の部屋にお届け物をしに行った時のことです。女王様は目の前のケーキを見つめてため息をつかえていたのでした。食べたい、でも食べたらいけない。女王様は悩んでいる様子です。けれどもケーキの誘惑に負けた女王様はついに、ケーキを食べた女王様は思わず言いました。おいしい。それを聞いたマイマイも我慢できず思わずケーキに駆け寄ってしまいました。
そして悲劇はそこで起きてしまったのです。マイマイはふと背中に視線を感じ、恐る恐る後ろを振り向いたのです。そこでマイマイが目にしたものは、それで目にしたものは何だったの？それは恐ろしくてとても言えないね。とにかく女王様はケーキが嫌いなんだね。お、うわ、ねえ、お願い逃がしてくれない？大切なパーティーがあるの。そんなこと言われたって。女王様、怒ると怖いから朝までに戻らないと。やひょっとして福井生まれなんか？いやけど、誰？こんなとこで福井もと会うとはな。冷蔵庫？なんでこんなとこにあるんや？閉じ込められてたんやが、女王にな。女王？ちっこい頃は、そりゃめんこい子じゃったがの。よく一緒に遊んだもんじゃが。こんなとこで何してるが？迷ってもたんやって。みんなとはぐれつんと。よしよし、大丈夫じゃが。一緒に探したいが。本当？本当じゃが。どこ行きたいが？ミニモニがいるとこ。ああ、ちょっと待っとりゃ。コニア。ミニモニ、ミニモニと。お腹すいた。誰の電話？はい、もしもし、辻ちゃんです。あんた今どこにおるんや？今チカローってとこ。それじゃあね。もしもし、もしもし、切れてますよ。なんで切っちゃうのよ。助け呼べたかもしれないでしょ。ほんじゃ行こうかの。行くってどこに？ミニモニのとこじゃ。すごい冷蔵だ。高橋です。その代わり頼みがあるんだが。頼み？そこの扉開けてくれねえか。開ければいいんか。はっ、次。なんだろう、あの歌。ビスケットが2つ。お腹すいた。よしこい。冷蔵、今助けてやるな。叩いてみ
言葉が言える、そんな不思議なポケットが欲しい、そんな不思議なポケットが欲しい。チョクラさんが来てるカニ、ミミミミやだし、こっちだ。でも大丈夫、任せるなよ。お父さん、あれ、しぼたまらん。あー、誰よ、ここつまみ食いし
かげで外に出られたし、結果オーライってことで。結果ってまだ終わっちゃいないじゃないの。行くわよ。うん、でも矢口さん、ここって確か。大丈夫大丈夫。で、やっぱり。え、これ嘘。すごい、地下のクッキーたちだわ。なるほど、この落とし穴と地下室はつながってたのね。え、どうもありがとう。よくここまで来たな。褒めてやろう。魔法を解いてもらいましょうか。その格好もなかなか可愛いぞ。帰りたければ帰るがいい。ただしその姿のままでな。私たちの体を元通りにしてくれるまで帰らないったら帰らないわよ。ケーキも元に戻してください。嫌なこった、ちっこくても4人集まればパワー全開よ。そうですよ矢口さん。肩車ミカちゃんたちも早く早く。よいしょ。おお、アイボー、どこ行った。おいおい、ってなんで私が一番下なのよ。矢口さん、右右。右、あー行き過ぎです。左です、左。右、いやー左、どっちかはっきりせんかい。ここです。どう、無駄な抵抗は食らえ。わしを踏み台に。お腹空いてるんですか？空いてない。本当はケーキ食べたいんじゃないの？食べたくない、食べたくない、食べたくない。私はケーキが大嫌いなんだ。みんなケーキ作ろう。やめろ。ミカちゃん、道具出して。あ、どうしたの？材料がない。ここでケーキだけずえって作らせんぞ。材料ならあるだが。あー、間に合った間に合った。あーちゃん、よかった。シュークリーム、やっつけたの？うん、すごい、グッジョブ。どうやってあそこから。ジョン君が出してくれたんだな、高橋。うん、これだけあれば作れるやろって。これだけあれば作れます。作るって何を？どうしよう、魔法が解けちゃう。
戻れるのね。ケーキも元通りに。そう、今まで使った魔法の力が全部なくなっちゃう。全部って？なの？そうや、ケーキ食べたこうなんねん。せやから嫌や言うてたの。その格好も可愛いよ。あれが女王？なんていうか全然怖くねえじゃん。怖いよ。うるさい。何？何？戻ってく。あんたらも、もうじき元の姿に戻れる。早くこっから逃げ。逃げるってどうやって逃げるのよ。あんたらこの子ら連れて早行き。でも女王様。なんで俺だけまた二人なんだよ。早行き。あなたはどうするの？ここよりももっと美しい城見つけるわ。ケーキ美味しかったで。うん、じゃあ行こうか。あ、そうだ。え、マイマイどこ行くの？はよ行き。レンソー、やつ我慢すんじゃないの。よいしょ、よいしょ。溶けてる。もったいない。どうして？戻ってる。つまんないな。助かった。矢口さん、
が。何これ、人間になっちゃった。もう空も飛べないの？高橋、はい、ケーキ食べてごらん。ミニモニカフェのケーキはね、食べる人みんな幸せにしてくれるんだよ。ミカさんの作ったケーキを食べるとみんな幸せな気持ちになれるんですよね。アイちゃん、さすがアイちゃん、よくわかってる。なの偉そう。アイちゃん、ケーキ作るの好きなの？はい。じゃあここで一緒にケーキ作らない？え？そうだよ、みんなで一緒にやろうよ、楽しいよ。そうそう、ケーキ食べ放題だよ。カゴちゃん、スジちゃん、いいでしょ、矢口さん。あれ、矢口さんはどこ行っちゃったんだろう。みんなにプレゼントを持ってきたの。プレゼント？ミニモニカフェ20年記念のね。何ですかこれ。開けてみて。新しい洋服だ。これ着てみてもいいですか？もちのろんよ。はい。え？着てみて。いいんですか？あれ、矢口さんは？おいらはいいの。いいのってどう、アイちゃん、ミニモニカフェの一員になってくれないかな。おいで。この子たち、うちらを助けてくれたでしょ。そのせいで人間になっちゃってごめんね。だから今度はおいらが助ける番。助けるって？おいらね、この子たちのそばにいることに決めたの。ミニモニカフェはミカちゃんに任せる。この子たち、人間なりたての1年生じゃない。だからいろんなものをいっぱいいっぱい見せてあげたいの。この世界にある素敵なものや楽しいこと全部。おいらがいなくても大丈夫だよね。ごめんなさい、矢口さん。カゴちゃん、ごめんなさい。スジちゃんもどうしたの？今までわがままばっかで、矢口さんに迷惑かけてばっかりで。ほんと手のかかる子たちだったよね。でも楽しかったよ。ミカちゃんもいろいろありがとね。アイちゃん、みんなと一緒にケーキ作ってくれる？はい。カゴちゃん？はい。スジちゃん？はい。これからはミカちゃんのこと助けてあげてね。それからアイちゃんと新しいミニモニカフェを盛り上げていってよね。はい。ミカちゃん、本当に大変だと思うけど、ミニモニカフェのこと任したからね。はい。アイちゃんも頑張ってるね。はい。
矢口さんはどこ行っちゃったんだろう。矢口さん以上です。すごい。おっと、あれ？あ、逆だ。こっちだ。ごめんなさい。すごい。おっ、あいがっとう。Somebody stop me! Somebody stop me! ほう。ダメだこりゃ。メガネ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 。はあ。おりゃ。ひい。なんだ。なに。早くまた来たよ。出たらダメだよ。あれ？矢口さん、大丈夫ですか？わっ、ああ、汁かと思った。昼間は平凡な女子高生、果たしてその実態は。ミニモニカフェをご利用いただきましてありがとうございます。ぶっちゃけた話、漫画ですわ。